小郡市長の梶良光です。新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために緊急事態宣言が出されました。福岡県も対象となっています。市民の皆様にこれまで窮屈な生活をお願いしてきていますが、5月6日までさらなる協力をお願いいたします。不要不急の外出を控え、他の方との接触を極力減らす生活をお送りください。小中学校は5月6日までの休校、幼稚園、保育所、学童保育所ではなるべくご家庭での保育また健康管理をお願いいたします。小郡市では福岡や久留米の都市部への通勤をされている方が多いために、時差通勤や在宅勤務などそれぞれの職場での取り組みをどうぞお進めください。高齢者の方の健康管理も心配です。外での散歩など家に閉じこもり気にならないようにどうぞご注意ください。つながる町小郡ではそれぞれが思いやる気持ちでつながり、市民みんなで大変な時期を乗り越えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。